それではね、血縁度の、説明をいたします。血縁度っていうのは、遺伝的な近さを表す尺度で、まあ、いろんな定義があります。実は、今日説明する他にもいろんな定義があって、例えば、僕と君の血縁度を測ろうと思ったら、僕の持ってる遺伝子ずらーっと並べて、君の持ってる遺伝子ずらーっと並べて、どんだけ近いかで血縁度を測る場合もあります。でいろんな定義があるんだけど、今日はその一つの、血縁度の説明の仕方の一つです。では初めに二倍体の生物、俺たち人みたいな二倍体の生物の例で紹介します。二倍体の生物の場合、二倍体っていうのは、染色体を対に持ってるっていう意味です。メス親がいて染色体を対に持ってます。まあ、人の場合はね、1対だけじゃなくて23対46本染色体持ってます。で、オス親がいます。オス親もやっぱりね、二倍体対になってます。繰り返して言うけどね、人の場合は、1対だけじゃなくて、今回ね、黒板には1対しか書いてないけど、人の場合は23対46本持ってます。で、これから、血縁度の話していく前に、一つ前提があって、どういう前提かっていうと、これ染色体ですよね。染色体ってめちゃめちゃ遺伝子がそこに載ってるんですよ。たくさんの数の遺伝子が、いろんな種類の遺伝子がずらーっと並んでるんですよ。で、ここにずらーっと並んだ遺伝子はこれともこれともこれとも違うっていう前提があるんですよ。だからね、4本染色体あるけど全部区別します。 A、B、C、D っていう風に並んでる遺伝子は全然それぞれ全然違うよっていう前提のもと話を進めます。そんなに非現実的な、過程ではこれ実はありません。染色体にはずらーっと遺伝子が並んでて、いろんな種類の遺伝子がぐちゃぐちゃ並んでて、その遺伝子、それらの遺伝子はこれともこれともこれとも違うっていう過程のもと話を進めます。で、娘を産ませてみます。姉と妹を産ませてみます。姉と妹、どんな風に姉生まれてくるかっていうと、母親からどっちか一本の染色体が卵の中に入って姉に伝わります。どっちでもいいんだけど A にしてみましょうか。で、父親からもどっちか一本の染色体が精子の中に入って伝わっていきます。 C が精子の中に入って伝わるか、 D が精子の中に入って伝わるか、1/2、1/2、50/50 です。じゃあどっちでもいいんだけど、じゃあ C が伝わったことにしようか。ではあれ、それで、妹もね、母親から、そして父親から染色体をもらって、また対になるわけだね、二倍体になるわけだ。では、今回姉から見た娘の血縁、あ、ごめんごめん、姉から見た妹の血縁度を見てみましょう。姉から見た妹の血縁度、姉から見た妹の血縁度、これね、誰から見たっていうのはね、本当はとっても注目しなきゃいけなくて、まだね、今回2倍体だからあんまりね気にしててもいいんだけど、これからね、蜂みたいなね、1倍体が混ざってくるような血縁度を見るときに、このね、誰から見た誰の血縁度っていうね、誰から見たがとっても重要になってきて、まあ今はね、そんなもんかと思ってください。今回は姉から見た妹の血縁度を見てみます。でね、教科書見ても全然意味わかんないよね、血縁度ってね。で、初め勉強するときにどう考えたらいいかっていうと、血縁度って、A と適当に選んだ遺伝子を相手も持ってる確率って考えた方がいいです。 A と適当に選んだ遺伝子を相手も持ってる確率って血縁度は考えた方がいいです。どういうことかっていうと、例えば、ダーツ投げて、ね、まあ、ダーツでも何でもいいんだけど、ダーツ投げてどっちか1本の染色体を赤か青かを適当に決めます。で、まあ、今回はダーツ投げて適当に A が選ばれたとしましょうか。ダーツ投げて A が選ばれる確率は2分の1です。A が選ばれるか C が選ばれるか、完全ランダムだとしたら、ダーツを投げて赤に当たる確率は2分の1です。で、適当に選んだこの A が妹にもある確率っていくつかな？ 100 じゃねって思いがち。でも100じゃないよね。なんでかっていうと、母親って A と B2 つ持ってて、で、どっちの染色体が妹に伝わるかは2分の1、2分の1なんですよ。だからもちろん妹に同じように、お姉ちゃんと同じ A の方の染色体が卵の中に入って伝わってる場合もあれば、 B が伝わってる場合もあるの。だから妹が A を持つ確率、俺たちが初めに A と適当に選んだ A を持つ確率はさらに2分の1なんだ。書いておこうか。
この2分の1は俺たちが A を選んだ確率。で、この2分の1は妹も A が、妹にも A が伝わってる確率。妹も母から A をもらった、もらう確率。で、血縁度ね、あの4分の1かなと思ったら実はそうじゃないよね。だって俺たち初めね、ダーツ投げたけど、まあダーツ投げなくてもいいけど、初めダーツ投げたけど、そのダーツが C に当たるかもしれないよね。青い方を俺たちは初めに適当に選ぶかもしれないよね。その確率も足し合わせます。初めにダーツ投げて A って適当に選んだら A じゃなくて C を選ぶ場合もあります。 C を選ぶ確率は同じように2分の1で、妹も C を持ってる確率はやっぱり2分の1。なんでかっていうと、妹は父親から C をもらう場合もあれば D をもらう場合もあるから、やっぱり俺たちが選んだ C を妹も持ってる確率は2分の1です。で、これ4分の1たす4分の1で足したら2分の1です。こんな風に2倍体の生物の姉から見た妹の血縁度は2分の1になるわけです。では続いて、1倍体がね、入ってくるような蜂の例見てみましょう。